時代劇多かったですね、サンソフト。そうやな、時代も多いですよやっぱり。ああこれもやったわ、もう大人になってからやったわ。あ、大人になったらいろいろ気づきませんでした。なんかこれ曲あるやん、はい、この曲に歌詞があるとか、え、教えてもうた。これあるんですか。うん、あーとジュリ、キュリ、待ってておくれよ、花さん。今すぐ、おいらが行くんだぜ、みたいな。ああ、これ有野さんご陽気で、急に酔っ払ったみたいになりましたけど。これ、関所とか全部あるんですよ、確か。あ、全部時代に合わせてんねや。その時に、ちゃんとあったものが、そのままステージになってたと思いますよ。それがこのグラフィックがどうしてもファミコンなんで表現しきれないじゃないですか、うんうん、だ誰も気づかなかったんですよね。へえ。わあ、ここに石像、うわ53次と一緒やみたいなことはまるでなかったですね。その凄さ気づいてないね。みんな子供の頃は気づかないですよ。これすごいんですよ、大人がやったら分かってたんかもね。そうですね。で詳しい人とかいるじゃないですか、うん、ほなもう、あ、まんまやまんまやみたいな感じでできてたはずですよ。勉強にもなったってことや。そうですね。あららら、あららららら、これどういう状態ですか。これはおにぎり、あ、おにぎり食べたら転がるんですね。あれが無敵状態やと思う。お、100、この時もまだ点数ですもんね。ずっと点数、あれ終わりきた。何やろ、高速道路かな。裏技もあんねや。うわうわ、裏っぽいですね。あれ、これやったっけな。なんか2種類ぐらいあると思うんですよね。そうや、点数表記を漢字にしてたんや。それが斬新やったのかな。あんまりないですもんね。うん、せんせんせん、3000ってことですね。これすごいなぁ。もう何、いやもうなんか土の方がこう盛り上がってきたら、なんか画面になんか無駄がいっぱいできますね。なんかあっこつかぜなんかしたくなる感じですね。いやでもあんなことでよかったんやろ。ああ、まあ当時は、うん、あ、これもなんかやった。2010年、あ、2009年になってからやってたんちゃうかな。あ、それもうつい最近じゃないですか。そうやで。あ、でも全然覚えてへんわ。あ、ほんまですか、うん、曲かっこいいですね、これは。あの、女の子がビキニなんですよ、下確か。下？なんで下知ってんの？下ビキニで、上鎧なんですよ、うん。そんな感じの女の子やったと思いますよ。うわ、ツンデレやん。そうですよ。もうあの、下忘れてきたぐらいの、軽装備。急いできたんや。急いできてます。パワーっぽい。ビキニって聞くとなんか鎧取れたりとかせえへんかなって思ってまうな。そうですね、パンツになってほしいでしょ。うん。なんの？ならないんです。ならへんのか。そこはならないんです。それがマドゥーラなのか。マドゥーラ、それがマドゥーラなんだこれ。え、何それ、面白かった。あ、マジック、マジックももう今みたいにもうギラギラギラービカビカーとかなれへんな。そうですね、シャボン玉みたいな感じですかね、当時で。自分で想像してくださいみたいなことかな、でしょ、色っぽいでしょ。色っぽさは全然わからへんわ。あ、まあ当時のねあれなんですけど、そこも想像してもらえるといいの。はい、顔が見えへんもんな。まあ遠くから見てる感じですかね、うん、あの人綺麗なんちゃうみたいな。あー前のめりに死んだ。やっぱりね、冒険家はそうですね、みんなね。そうなの。はい、やっぱり前のめりに。あ、
この面確かすげえ難しかったんちゃうかな。上上がってくねんな右行って左に上がってってみたいな感じ。あ、はいはいはい。で落ちたらまた最初からみたいなことですかね。うん、あーこれ難しいですね。あーめちゃくちゃやで。うわー、黙って見てまうな。あーまた1からですよ。下手くそやな。それ多分みんなが有野さん見て思ってることですよね確か。あ、そう。はい。わあもうイライラするわー言うて。あーもうすぐあいなマジック使いすぎやで、もったいない。後のこと考えてないわとか、計画性ないなー。あーそうですね、まさにみんなが当たってへんやん全然もうこれ当てないと。これプレイは有野さんじゃないですか。違うよ。あ、そうですか。これ知らんわ。これすごいですよ、水戸黄門。知らねえ知らねえ。あ、喋った。喋るんです。この門所が目に入らんか。こちらにお住まいのどなたと心得る。おしゃれ多くの先の副将軍、すごいでしょ、水戸光圀公にやらせられるぞすげえなー。聞き取れますね。あ、気持ちいい。もうほんまドラマと同じ音楽なんや、ね、オリジナルとかじゃないねや。すごいな、何これロープレイ。ロープレイというかアクションっぽい、あのなんでしょうね、五右衛門チックな。へえ。ああ、頑張れホニャエモンふんかん、そんなんかホニャホニャって感じですね。へえ。これはヤシチ。これヤシチだと思いますよ。これ八兵衛か。絶対そうですもんね、この顔的なキャラ、うん、あと走り方のあんな感じとかな。あ、やっぱりそうですよ、八兵衛や。かわいいもん、ニコニコしてる。へえ。うわ、文字でのっそいな。あ、うん、あ、あれアクションシーンなかったよ。ありませんでしたっけ今。え、あった？ボスキャラとかないんじゃないですか、もしかしたら。あ、笑ってる。あ、上海、これパズルゲーム俺好きやったわ。そうですね、上海はもうみんなやってましたね。ファミコンの頃からあったんやこれ。パソコンもあったりしてたんじゃないですか。俺プレステで初めて見たけど。面白いですよねこれ。うん、みんなこれで仕事サボったりしてたんでしょうね当時の。あ、そうなんや。あ、僕らがまだ子供だった頃。これ言うたらババ抜きやってるみたいなことなのかね、七並べみたいなの。そうですね。あ、でも一人のパズルゲームか。どっから取るか。これほら綺麗に取らんと気持ち悪いでしょ、うん、そうやな。うん、これ読まれへんかったです。天聖あっぱれですよね確か。知ってるわ知らんのかな思ったわ。知ってたんや。あっぱれぐらい読めるわ。あ、知らんわこれ。これなんか唯一ほのぼの系みたいな。女ゲームちゃうの。え、なんですのその女ゲームって。なんで女子が好きなゲームよ。それ市内の方じゃみんな言ってたんですか。市内の方では女ゲーム男ゲームあったと思う。あー、うちそんなんなかった、ね、サラダの国のトマト姫みたいな。あれ女ゲームや。あれは女ゲーム。あー、ドラクエとか何。ドラクエもバリバリの男ゲームやろ。え、それほな男ゲームの方がなんか多いよ。ええ感じなんですか。うん、渋いみたいな。あれ女がやるやつやろっていう感じやな。あー、ちょっと小バカにしてるでしょ。そうそうそうその男ゲームばっかり出てた時に唯一出した女ゲームですから、うん、逆にですよ。工業高校の中の女子生徒みたいなもんですよ。ちやほや。いいでしょなんか。それでも男子校から抜けてたら普通ぐらいの女の子なんちゃうの。そうなんす。そうなんす。ただ美人に見えるっていうだけは。そうなんす。ほらもう全然もうのっぺりしたやつやん。でもいいじゃないですかこういうのもね。逆に。まあ。
アイコンも並んでて分かりやすいし。終わったで、もう終わったで。はい、終わりました。あっという間にできてるやん、もの。え、結婚相手が違ったな。あ、でもそういう感じじゃないですかね、これ完全に。そうはな。坂井敦史さん。坂井敦史、誰やろ坂井敦史って。まあ、作った。どうなんだろう。あ、いきなりエンディング やっぱそうか。むちゃくちゃやな、いきなりエンディングって。そうですね、これ、まあ、やろ、凍った時に間違えて入れてもうたらえらいことになりますけどね。なあ、マラソンで走り出して角曲がったら競技場みたいなことやろ。あれってなりますよ。もうってなるな。今日飲みに行くってなる。早めに。あ、知らん、これ何？これ確か降りるんですよ。何を？この車降りたりできるはずなんですよ。これ車なの？車ですね。いや、なんか変形せへんねや。あー、上打つやん。あー、でも当時、あ、ちっちゃい。何これ、え、バイク。あ、ちょっと大きいなりましたね。大きいなったな、すごいな。すごいですね、源平棟までみたいですね。あ、このマップ画面、あれすごいですよ。2出ましたよ。出たんや、2出てたんや。しかも世界万有記って書いてますから、絶対ありえないですよね、これ。黄門さん世界船乗ったんや。すごい。これアメリカ人に先の副将軍言うてもわからへんやろ。どうですかね、ちょっと見てみたいですよね、このドラマを。無法者のガンマンたちが言うてるで、ね、そこでやっぱアクションシーンや。アクションはまだわかりますよね、強い方が勝つわけですから。うん、日本の侍だ。あ、侍じゃないやろ。侍ではないですね。ドラキュラ出てきてるで。もはや世界観がむちゃくちゃになってますね。うっかり八兵衛もうっかりでけへんやろ、ここまで来たら。